NHK 室蘭放送局は北海道の日刊を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。総合テレビとラジオ第一 f m 放送で地域放送を行っている。地上デジタル放送にもコールサインが付与されたため室蘭送信所は室蘭放送局の親局となる NHK の単独施設。併設の都道中継局とともに 季節のものをそのまま利用し、送信アンテナのみ新設。2007年10月1日より放送開始。総合テレビには指向性がかけられている。なお、室蘭市の全域とおしゃまんべ町、豊浦町の一部地域では総合テレビが、函館局、室蘭局ともに受信可能。いずれも出力は総合、教育で同じ。2010年12月24日の送別。 室蘭和西、室蘭母恋、室蘭地都市別、幌別、襟茂沢町、宋別滝の町、和市別の各中継局開局をもって、いぶり、日高管内のデジタル送信所、中継局整備が一旦完了したが、その後新日高町の旧三井市町行きの乱、市長解消のため、三井市本町中継局が新たに整備され2014年5月29日に開局した。 2011年7月24日の定派をもって運用を終えた中継局。室蘭和西中継局に関しては、先行局のカバー状況で地局か2011年7月24日で廃局かを決定するとしていたが、最終的には開局した。総合テレビ教育テレビ2021年4月、現在。ありがとうございます。